目的地は気の向くままに。で平気？ありがとう。確かに受け取ったわ。じゃあ評価を発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。お見事、二人の作り上げた最高の一品、おめでとう双子ちゃん。これであなたたちは無事 S ランクに昇級よ。しかもこの国初めてのね。初めての S ランク、まあまあはしゃぎすぎて意味がわからないことになってるわよ。よかったわね、タゴちゃん。ほらほら、いつまでもこんなところにいないで。国一番のアトリエになったこと伝えたい人がいるんでしょ。あ、そうでした。それでは失礼しますね。何やらふらりと外に出かけたと思ったら、本当にパメラは不思議な人です。おめでとうございます、二人とも。ありがとうございます。ねえねえグレイスさん、記念お札何ですかそれ。二人の絵を描いたお札よ。あー、そんなものさすがに教会で売っちゃ。そうですね、数量限定であれば。いいんだ。おめでたいことですしね。さすがグレイスさんだわ。二人とも本当に頑張ったわね。ええ、これからのあなた方の人生にも幸多からんことを。どこ行く、どこ行く。獲物を飼っておかないと。ぜひぜひお願いします。あ、それじゃあ今日は失礼しますね。パーティー楽しみにしてます。なんだかお姉ちゃん、試験に受かった時のフィリスちゃんを思い出しちゃった。嬉しい気持ちとやり遂げたっていう誇りと。私もあんな顔してたんだ。ええ、あの顔はいつ見てもいいものね。国一番のアトリエ、夢を叶えられてよかったね。どこ行く、どこ行く。
ーさん、プラフタさん、 S ランクに昇級したのでしょ。うん、二人なら絶対合格すると思ってたしね。ありがとうございます。なんだかお別れみたいな挨拶だね。別にそんなつもりはなくって、ただ S ランクに上がったんだって思ったら、なんかやり遂げた気持ちになっちゃったっていうか。まあ今はそれでもいいでしょう。 S ランクへの昇級はただの通過点に過ぎない。プラフタの言う通り、二人にはもっともっとすごい錬金術師になってもらわなきゃいけないからね。これに満足せず、さらに研鑽を積んでいくように。はい。いつか二人をびっくりさせるようなとんでもない錬金術師になってみせますから。楽しみにしてるね、リディちゃん、スーちゃん。昔から言ってたもんな。いやーめでてー、くー負けてきやがった。ハゲルさん、決めた。俺ジョーちゃんたちの像を作る。はあ、像ですか。ああ、庭のインテリアにちょうどいいラージサイズに、部屋のワンポイントとして飾れるミディアムサイズ、それに持ち運びに便利なスモールサイズ。うむはむ、提案なんですけど、私たちのサインをつけるってのはどうですか。おお、いい考えじゃねえか。明日から制作に取り掛かるからな。はい。これで宣伝効果もなんだか大変なことになったような。ついにやった。調合に失敗してアトリエを更地にでもしたのか。そんなわけないでしょ。アトリエランクです、アトリエランク。私たちついに S ランクに上がったんです。へえ。すごい無関心。
や、どうせ君たちが S ランクになるのは時間の問題だと思ってたし、取り立てて驚くようなことじゃないと思ってね。口では国一番のアトリエだのなんだの言って、心の中では全く自信がなかったとか。いや、そんなことはないですけど。ならいいだろう。君たちの昇級は当然の結果。すごく遠回しに褒められてるのかな。わかんないけど。わかったわかった。じゃあ一言だけ、おめでとう二人とも。やれやれ、想像しい双子だ。しかし分かっていたこととはいえ、本当に素晴らしい成長だね。果たしてどこまで伸びるのか。さて、行き先は。お、二人とも。何かいいことでもあったのか。私たち国一番のアトリエになったんです。へえ、ってことは S ランクに上がったんだ。うん、その年でここまで上り詰めるとは。私はフィリスちゃんを思い出しちゃった。きっとリリーちゃんとスーちゃんもあの子たちくらいすごい錬金術師になれるよ。そうですね、目標は高く。できるさ、君たちになら。分かってるよお父さん。今から祝福の人形劇。ああ、もちろんお題は取らないぞ。二人とも見ていくだろ。うわ、いいんですか。うん、では開演といくか。あいよ、国一番の錬金術師たちに送る人形劇。師匠、私たちやりました。 S ランクに昇級してちゃんと国一番のアトリエになれたんですよ。そう、そうなの。よかった。あれ、いる師匠、もしかして。うるさいわね、目にゴミが入っただけよ。やっと取れた。偉かったわね。しっかり努力してちゃんと夢を叶えた。師匠、これも師匠のおかげです。本当に大変だったわ。でもとっても楽しかった。私からもありがとう師匠。あ、でも忘れちゃダメよ。サボったり道を踏み外したりしたら。わかってますって。師匠に制裁されたら消し済みになっちゃいますもん。今度またいろいろ聞きに来ますね。なんだか自分のことのように嬉しいわ。お父様、師匠になるっていいものね。どこに行こうかな。ミレイユさん。あら、戻ってくるなんて。はい、とっても大事なこと忘れちゃいました。私たちミレイユさんにお礼言ってなかったなって。ここまで来られたのはミレイユさんのおかげだから。え、そのためにわざわざ。はい、ミレイユさん、ここまで私たちのことを見守ってくれて、私たちのことを導いてくれてありがとうございました。ちょっとやめてよ、スティディちゃん、スーちゃん、今まで本当によく頑張ったわね。
まさかここまでになるなんてね。ちょっと想像してなかったな。そうなんですか。あら、いいじゃない。あなたたちは期待以上の成長をしたってことよ。これからもずっとまっすぐな二人でいてね。どこ行く？どこ行く？ルー、あたしたちね、ルーさんに教えてあげたいことがあって。いやつきながらにじり寄るのはやめてください。 S ランクに昇級したんでしょ。あれ、ルーちゃんが素直だ。絶対に認めませんって言うと思ったのに。私は二人と違って大人ですので、確かに S ランクへの昇級では遅れを取りましたが、私もすぐに S ランクに上がってあなたたちのアトリエに勝負を挑んでやります。今はせいぜい一時の栄光に喜んでおくことですね。どこが大人なのやら。ルーさん、その勝負。ルーちゃんなんてコテンパンにしちゃうんだから。それは私のセリフです。その時まで国一番のアトリエの座は預けておきますので、頑張ることですね。さあ行こう。重大発表があってですね。私たち国一番のアトリエになったの。こら、私の真似しないでよね。まあ言おうとしてたことは合ってるけど。なんだかんだで付き合いが長いからな、言いたいことぐらいすぐわかるって。しかしあのヘナチョコ双子が国一番になれたらな、世の。マティアス先見の明がないんじゃないの。私たち最初から言ってましたよ、絶対に国一番のアトリエになるって。ま、それは確かに言葉通りやり遂げたのは素直に偉いと思うぜ。よっ、国一番のアトリエ姉妹、これからも錬金術でこの国を。さて行き先は。おかえり、二人とも。その顔、おめでとう。よく頑張ったな。お前たちは本当に俺の誇りだよ。しかし思ってたよりずっと早かったな。俺なんて何もできなかった。そんなことないよ。そりゃあ昔はぐうたらでダメダメだったけど、最近は依頼をこなしたり調合を手伝ったりしてくれてたじゃない。そうそう、お父さんが手伝ってくれなかったらきっとまだ S ランクには慣れてないもん。家族みんなの力を合わせたから国一番のアトリエになれたんだよ。そう言ってもらえるとありがたいな。うん、行こう。お母さんに報告に。お母さん、いらっしゃい。今日はね、お母さんきっと喜ぶよ。あら、どんなことかしら。あのね、私たち S ランクの試験に合格したの。私たちお母さんと約束した国一番のアトリエになれたんだよ。わあ、すごいわ。私との約束を守ってくれてとっても嬉しい。よく頑張ったわね。そ
そりゃそうだよ。だって大好きなお母さんとの約束だもん。そうだよ、私たち約束を守らない悪い子にはなりたくないからね。うんうん、2人ともいい子いい子。やっぱり2人は私の自慢の宝物だわ。でね、国一番のアトリエになった記念に。え、ほんと？二人からのプレゼントだなんてすごく楽しみだわ。ひひ、お母さん絶対びっくりするよ。何せ私たちの最高傑作だから。うん、お母さんへのプレゼントは、ん、あれあれ、ちょっとスーちゃん、ゆわいのパステルどこにもないけど。え、嘘、どこにやっちゃったんだろう。お母さんごめんなさい、プレゼントどこかになくしちゃったみたい。また今度作って持ってくるから。ごめん、その時まで待ってて。気にしないでちょうだい。二人が約束を守ってくれただけでも嬉しいんだから。でもまだまだこれで終わりじゃないわよね。次の目標はみんなのための錬金術師になること。うん、それでね、お母さん、お母さんとの約束を守るために私たち相談して決めたことがあるんだ。まあ素敵、どんなことか教えてもらえる？ね、